F2 戦闘機のことは知っているよね。もちろんだよ。平成のゼロ戦って呼ばれるくらい、すごい戦闘機だもんね。アメリカの F16 をベースに、運用方法や地理的な面を考慮し、日本なりにアレンジを加えた支援戦闘機だな。平成のゼロ戦って呼ばれるのも頷けるほど、優れた戦闘機であることは間違いないぜ。そうだよね。そんな F2 も、初飛行の日から27年の月日が流れようとしているんだけど、それに伴い後継機の開発が日英共同で始まっているんだ。今回はそんな日英次期戦闘機の開発計画について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、防衛省では2035年頃より退役の開始が見込まれている F2 戦闘機の後継機開発に着手しているよ。2018年に策定された中期防衛力整備計画31中期防では、国内主導開発主体三菱重工が決定し、F2 戦闘機の退役が開始する2035年頃をめどに運用開始を目指しているみたい。防衛省では今回の次期戦闘機開発計画に先駆けて、次期戦闘機に必要となる先進技術の研究開発を1998年頃から順次スタートさせており、今回の機体設計に至るまでにステルス技術や先進センサー技術、エンジンなどの主要な技術研究だけで21の研究開発を完了させているんだって。そして、2010年8月にはアイファイターと呼ばれる将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンが示され、これに基づいて次期戦闘機の各種技術研究を進めてきており、2016年4月には X2 先進技術実証機通称新進の初飛行にこぎつけているよ。開発体制については、開発主体に三菱重工が選定され、三菱重工の技術開発を支援する企業として、2020年には F22 ラプターや F35 ライトニング2というステルス戦闘機を開発生産している米国のロッキード・マーティン社が選定され、2022年4月には、英国のロールス・ロイス社がエンジン開発について参画することになっているんだ。英国では現在、ユーロファイタータイフーンの後継機種の開発を進めており、この次世代戦闘機開発計画はテンペストと呼ばれているよね。このテンペスト計画は、日本の次期戦闘機開発計画が目処とする、運用開始年と同じ2035年に次世代戦闘機の運用開始を目指しており、開発時期を同じくしているために日英で協調して開発を進めていきやすいというメリットがあるんだ。今回の日本とのエンジンの共同開発においては、英国がテンペスト計画に向けて開発中の実証エンジン開発に日本が参画して、日英共同開発とすることで、開発費を両国で負担し合うことによるコスト削減も狙いの一つとなっているよ。日本は次期戦闘機への搭載を計画した次世代純国産エンジンとして、IHI 社と防衛装備庁が共同開発した XF9 の試作機を2016年に完成させているんだ。これにより、日本の戦闘機用ジェットエンジンの開発技術は、一定水準以上であると英国も認めたのであろうと推測されるね。日本の純国産エンジンとして開発を進めていたが、エンジン開発の先進国である英国の技術を取り入れ、より高い水準のエンジン開発を目指すものと思われるぜ。しかしながら、英国のテンペスト計画は常にコスト削減の圧力にさらされているようだな。英国はテンペスト計画に基づく実証エンジンの開発にすでに約46億円を投じており、エンジンの発電能力を検証する実寸大の実証機製造にも約300億円の費用を計上しているもんね。だけど、このテンペスト計画と時を同じくして、フランスとドイツも次世代戦闘機 FCAS 共同開発計画を進めており、この計画に対抗するために英国は日本を開発計画に参画させることで、開発コストの削減を狙いたいみたい。日本としても英国の高度なエンジン開発技術を次期戦闘機に導入できるチャンスだし、日英両国にとって互いにメリットの大きな事業であると言えるよね。近年の新鋭戦闘機は、高度なアビオニクスによる機器の消費電力増大と、それらから発せられる熱処理の問題が課題として挙げられ、米空軍の第6世代戦闘機である NGAD の開発でも電力供給と発熱の問題が課題となっているんだ。そして、戦闘機などの航空機は機体で使用する電力をエンジンで発電して調達しており、現代のエンジンは出力や燃費効率などだけではなく、機体が必要とする莫大な電力を発電する能力及びそれに伴う発熱の冷却能力も求められているよ。米空軍では、アダプティブエンジンと呼ばれる新型エンジンを開発しており、水力及び燃費効率の向上を図りつつも、発熱を冷却させる能力も両立させようとしているぜ。これに対して英国のロールス・ロイス社は、
米国とは異なる熱処理のアプローチを試みており、機体の膨大な消費電力を賄える発電量を確保しつつ、そこで発生した熱量を回生的に冷却にも使用することで、発熱と冷却を同時に行うことを目指しているね。日本においては、エンジンでの発電システムの向上と熱処理に関する技術は、エンジン先進国である英米に比べて遅れており、英国とのエンジンの共同開発は、日本にとって日本の弱点を補えるという点で非常に重要な協力関係であると言えるんだ。しかしながら、日英の防衛協力はこの次期戦闘機のエンジン開発が初めてではないんだよね。今回のエンジンの共同開発計画に先行して、日英は2014年7月から、JNAM ジョイントニューエアープーエアーミサイル統合新型空対空ミサイルの共同開発を行っているよ。みんなは JNAM を知っているかな？ JNAM って？ JNAM は、英国ロンドンに本社を置く MBDA 社が開発製造している、ミーティア長距離空対空ミサイルアクティブレーダーフォーミング方式をベースに、開発を進めている空対空ミサイルのことだね。ミーティアは、欧州各国の空軍で使用され、英国、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍が運用するユーロファイタータイフーンやフランス空軍のラファール戦闘機、スウェーデン空軍のグリペンで使用される、欧州で広く採用されている高性能な空対空ミサイルだな。そうそう、このミーティアを F-35 のウェポンベイに4発を収納可能とするため、ミーティアと比較して翼部分の短縮及び小型化を目指しており、日本はこの開発計画において、日本のシーカー技術を JNAM に導入した場合にどの程度の性能が発揮できるかを共同で研究することになったんだ。まず、今回日英で共同開発しているシーカーだけど、これはミサイルを目標へ誘導する際に使用するレーダー装置のことであり、JNAM にて共同研究の対象となっているのは、日本国産の救急式空対空誘導弾で使用される三菱電機製のシーカーだね。この技術を JNAM へ転用し、2016年1月頃に初期研究を終了させ、次の段階へ研究を進めているよ。2017年12月からは、JNAM の試作機を製造し、その実車試験が実施されると公表されているんだ。その後、現在まで日英共同で研究開発が進められており、航空自衛隊の F-35A ライトニング2での運用を目指しているってわけ。現状の日本での予算計上の状況としては、2021年度防衛予算内で JNAM の研究費が継続的に計上されており、2023年度までの開発完了を見込んでいるようだね。開発完了後、日英両国は類似の各種ミサイルとの性能の比較検証を行い、F-35A ライトニング2での運用に向けたアップデートを行うか決定する予定なんだって。日英はほぼ同時期に次世代戦闘機の開発計画を進めており、運用する第5世代ステルス戦闘機も同じ F-35 ライトニング2シリーズであり、非常に似通った状況にあるんだ。そのため、両国が次世代戦闘機の研究開発を共同で取り組みやすい環境にあることは確かだね。そのような中、2021年度より日英両国は、戦闘機等に搭載するための新型レーダーの共同研究を開始しているよ。日本も約41億円の予算を新型レーダーの研究開発に投じており、既存のレーダーよりも広範囲の目標に対して常時継続して索敵が可能な、非常に高性能なレーダーの開発が実現する可能性もあり、その研究成果に期待が高まっているよ。英国もテンペスト計画で利用するために同レーダーの研究開発に参画しており、日英の次世代戦闘機の相互運用性や共通性が高まれば、緊迫する東シナ海情勢などにおいても日英で非常に高い連携が取れるのではないかと注目を集めているんだ。また、日本はこれまで米国との防衛協力は多数行ってきたんだけど、米国以外との防衛協力は非常に少ないものとなっているよ。これを機に米国以外との確固たる防衛協力の枠組みを構築できれば、米国の思惑に左右されてきた日本の防衛装備体系にただ穴が開けられるかもしれないな。また、日英は同じ島国とはいえども、それぞれの国の防衛環境は著しく異なっているよ。英国は周辺諸国に敵対国家はおらず、自国の直接防衛に対する切迫感は薄いのが現状なんだ。対する日本は、東シナ海や北朝鮮、ロシアからの度重なる軍事的な威圧にさらされており、中国は近年著しく軍事力を膨張させており、すでに日本の防衛力の質的優位性は崩れつつあり、日本単独で自国防衛を行える防衛環境ではなくなってきているんだよね。例えば、
1990年代まで日本の絶対制空権を保持する力の源泉となっていた F-15J イーグルだけど、今やその半数は近代化改修も実施できないほどに旧式化し、中国で次々と開発配備される新鋭戦闘機に真正面から対抗することは数の上でも困難になってきているよ。日本がそのような中、英国はブレグジット英国の EU 離脱を境に、より一層日本との経済防衛部門での協力関係強化に動いているみたい。欧州に英国の脅威となるような国はなく、英国はその防衛費の活用と国際外交の場でイニシアティブを保持するために、東シナ海での日英防衛協力を推進しているんだ。日本は、対中国を念頭に置いた日米強引からなるクアッドによる協力体制を構築しているけど、この日英共同での研究開発は、多国間防衛協力をさらに強固なものとするため、英国の思惑を利用しつつも、英国を日本の対中国防衛政策に引き入れる重要な戦略となっているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。